皆様、オラカロスです。今日はこちらの食材をご用意させていただきまして、米粉クレープに合うある一品を作っていきたいと思います。なぜこれを作ろうかと思いましたかと言いますと、いつもお世話になっている方がですね、お昼時にですね、カロスちょっと悪いんだけどこれカットしてくんないって言われて手渡されたものがですね、手作りですよ、手作りの米粉パン、それにこれらの具材が挟まってたんですね。もう家庭料理じゃねえよと思いながら、チラ見してたんですね。最初は悪いかなと思ってチラ見してたんですけど、もう興味をそそられてしまいまして、ガン見してました。はい、サンドイッチ開いて中見てました。あー、手袋はしましたよ。安全です、大丈夫です。はい、内緒ですよ。もうガン見したの内緒ですからね、皆さん言わないで。で、これものすごく気になったので、レシピ教えてくださいって教えてもらいました。で、何分ですね、初めてやったものですからね、改善点がございますという感じになりましたので、改善点は鶏胸肉をですね、ちょっとソースを足しながら焼いて、よりジューシーかつヘルシーにっていう感じでやっていきたいと思いますので、これ結構ボリューミーな感じになっておりますので、皆様お昼時に狙い目でございます。はい、最後の仕上げにハニーマスタードを添えて完成でございます。こんな形で出来上がりました。皆様ぜひ一度お試しください。それでは皆様、アディオース。